緑、今日からお弁当パパが作ります。彼女の出てるイベント夢だった。本当？うん。へえ、大津さん弁当作ってんすか。うん、すごいっすね。パパが作る？作るならちゃんと作ってよ。覚えたての鏡の一生くっさないね。女子高生のお弁当っていうのはね、もう可愛くなくちゃダメなの。今日の弁当、期待しててな。母にもらったこの名前をいつか綺麗に咲かせたい。美味しかったよ。よし、受け継いだ名前を。パパのお弁当は世界一。いつか